眼科医の平松です。今日は、緑内障だったり網膜色素変性症だったり、これを見ているあなたは大丈夫です、頑張ってるよってことについてお話ししようと思います。どういうことかっていうと、こうやって真面目に動画を見る、ね、一生懸命自分の目のことについて知ろうって人が、多いわけじゃないんですよ。現実問題100人いて5人、いればいい方じゃないですかねっていうぐらい、あなたっていうのは、ある意味特殊なんですよ。悪い意味じゃないんですよ、いい意味でね。つまりあなたみたいに一生懸命やってる人は多くないので、どうしても医者の言葉がきつく聞こえたりとか、はたまた自分でも、私はちょっと頑張ってないんじゃないかとか、特に私の動画って、あなたにできることをちょっとでもって言って、例えば食事で、こういうの取った方がいいよとか、運動こうした方がいいよとか、いろいろ言ってます。それを言われちゃうと、もうこんなの辛くて生きてらんないみたいに思っちゃうこともあると思うんですよ。あくまで私がね、言ってるのは、ちょっとでもね、ちょっとでも上積みするっていうことであって、あなたの生活を無限にしてやってほしいってことではなくて、あくまで人生を良くする助けとして、知っていただければなっていうような表現だと思います。で、その上であなたはそのことを全部知ってるんですよ。つまり、知らないで無意識にもったいないことをするってことはないわけですね。知っててあえてやらないのはありなんです。例えば私だって、両親とも緑内障なわけだから、緑内障についてはやっぱ常日頃情報もキャッチしてるし、気をつけてはいるわけですよ。じゃあ例えば水分ばごくごく飲まないようにしてるかっていうと、たまに飲んじゃうわけですよ。で、お酒のデメリットみたいな話をしてる割に、飲むこともあるわけですよ。それはたまにだけどね。はたまた、じゃあ運動ね、こういう風なのがいいですよとかって言って、圧がかかるのは避けましょうとかって言いながら圧かけたりとか、あるんですよ。食事もこういうのがいいですよって言いながら、ついつい食べたくなっちゃうこともあるんですよ。だからそれであんまりこうやっちゃったとか、私はこんな寝方で大丈夫だろうかとか、すべての生活を気にしてしまうほど気にして欲しくはないんですよ。ちょっとそこは分かっていただいて、あなたは十分頑張ってるので、そこは自信を持っていただければと思います。いやでも私頑張ってるんだけど、それでも悪くなっちゃうんですっていう方もいると思います。残念ながらやはりそういう方もいるのは現実です。でもそんなあなたでもやっぱりさらなね、治療っていうのはどんどん出てきますし、それはいろいろアップしていきます。でもそれって周りの人が全部主治医がやってくれるんじゃないのっていうと、もちろんそういう主治医もいますけど、例えば新しい治療が出てきたとき、全員がやるかっていうと、新しい治療に積極的になる医者って1割2割って感じかなと思います。またやっぱりそういう情報感度が高い医者からそうじゃない医者にだんだん広がっていくみたいな感じですね。それって悪いことじゃないんですよ。全員が早くやってよって思うかもしれないけど、例えばそれが悪い方に転ばることもあるわけだから、情報感度が低い人がいることによって、そこのバランスが保たれていることもあるわけなので、それは一概に悪いこととは言えないって思ってくださいね。で、将来に対する備えとか心配、日々ね眠れないとか、そういうところもあるとは思います。で、心配はもうしてしょうがないし、するもんだと思います。だって私だって将来緑内障とかになったらどうしようかなとか、この仕事どうなっちゃうのかなとかってやっぱ思うわけですよね。なんだけれども、できることやるしかないよねっていうところは正直なところですね。一方で、皆さんとかも、含めて、将来に対する備えとしては、お金を貯めておいて、何かあった時の足しにするってこともやっぱね、結構そんなこと言いたくないけど、現実的には大切なことだったりするんですよ。バリアフリーにしようって言っても、もちろん補助金とかあるけど、完璧じゃないですよ。なので、多少のやっぱ手出しが必要になってきますよ。はたまた、日常生活で、サポートだったりなんか、今はね、かなりアプリとか、いろんなものがあって、便利になっていますけど、とはいえ、多少のお金が必要な部分もあります。何千万必要とかそんなことはないですよ。なんですけども、多少のお金はあるに越したことはないですね。また人間関係。やっぱ見えなかったりいろいろすると人に当たっちゃったりしがちです。それもしょうがない。なんだけれども、そんな中でも、たまにお礼の言葉言ってみたりだとか、コミュニケーション取ってみたりだとか、することで、ちょっとは、関係性は築けますし、こうやって真面目にやってるあなただからこそ、ついついね、気にしたりとか、落ち込んじゃったりして、周りと疎遠になったりすることもあると思いますけど、そんなあなただからこそ、もし本当に困った時はどうすればいいか、よく考えて動けると思います。
今のうちからの準備も大切だけど、いざった時、考える力があると思いますんで、そこはどっぷりと自分の将来にかけていただいてっていうふうに思います。またですね、こんなこと言いたかないですけども、もしおしんばあなたが完全に見えなくなったりなんだしたとしても、こうやって情報を得ているあなたっていうのは、意外とやっていける人が多いです。これどういうことかっていうとですね、やっぱり、私が見ている中で見えなくなる人っていうのはやっぱゼロではないわけですね。元が悪い人は多いですけど、とはいえ、やっぱいらっしゃるわけです。で、その中で、見えなくなっても、結構普通にやってる人、普通じゃないけども、それなりにやれてる人と、なかなか厳しい人っていうのがいて、こうやって情報感度高く、いろいろやっている方っていうのは、意外と見えなくなった時、あ、これが残ってるからいけるねっていうふうに思うことがあるんですよ。つまり、見えなくなるってことにばかり執着、ついつい我々はしちゃいますよ。今見えてるから。なんだけども、見えなくなってきて、いざそうなると、見えなくなっても残るものっていうことに結構目が向いてくるんですよ。あ、見えなくはなったけど、耳、私聞こえるから大丈夫だわ、とか。はたまた、見えなくなったけど、意外と足腰強いから、その分転びにくいし、意外といい方だな、とか。白杖とか使えばいけるな、とか。見えなくなったけれども、人間関係ってゼロになるわけでも何でもないな、とか。もちろん見えなくなって離れる人もいるけれども、残る人もいて、あ、意外と大丈夫だなとか。見えなくなったけれども、昔の思い出とか、知っていることとか、そういうのは残っていくわけで。それはそれで大丈夫だなとか。そういうふうに、いいことにも目を向けられるようになったりとか、できることを探してくれるんですよね。実際、見えなくなってもできることはたくさんあるし、患者さんでも普通にお化粧して、すごい綺麗にされて。で、料理もして。自分で食べて、みたいな人いるんですよ。え？って思うかもしれないけど、できるんですね。それなりの訓練とか練習は必要ですよ。で、お化粧とかも、意外と、普通の人より四つって言うと語弊があるけども、要は、第三者から見たお化粧をされるわけですよ。お化粧って、ちょっと自分がいいっていう方向性に行くじゃないですか。でも、第三者から見ると、いや、あなたはこっちの色の方が、お似合いなんだけどな。でもお客様がそっちを希望だったらそれでいいですみたいなことあるじゃないですか。でも自分で見えないから、どちらかというとみんながいいかなと思うようなメイクになっていくわけなんで、結構万人受けしやすいと言いますか。そういうふうなメイクになっていく人が多いかなっていうのが印象としてありますよね。はたまた、例えば買い物とかもしづらくて大変だなって思うと思います。現実そうなんだけど、一方で無駄遣いしなかったりするんですよ。例えば、あなたがレジ横で、大福見つけて、あ、ちょっと買おうかなとかって迷ったりしますよね。それなくなるんですよ。つまり、目的地に行って、目的のものを持って、で、それでレジ行って買って帰るので、余計なもの買わないで済むっていうのも結構あるわけなんですよね。っていうふうに、もちろんね、辛いこともたくさんある、辛いこともたくさんあるし、それは否定できないんだけれども、できることもたくさんあるわけなので、そういう意味でも心配しないでほしい。もちろんね、見えなくなった時のことを言うのはね、あんまりいいことじゃないけども、ちょっとそれを頭に入れていただくと、ちょっと安心される方もいるかなと思って、今日はお話しさせていただきました。だからこそ、これを見てるあなたっていうのは、どの状態においても、それだけ積極的ってあるので、安心して、取り組んでいただければと思います。こんな感じで、いろんな情報とか、もうちょっと知りたいなとかってありましたら、コメント欄に書いてくださったりとか、いろいろしていただければと思います。今後ともよろしくお願いします。